はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、いとっちゃんです。ですね、ACR ブラックコマンドの方がですね、なんかサブアカを遊びで作ってみたら、なんかもらえちゃったんで、ちょっとこれを使ってやっていきたいと思います。これすげえ気になってたの、ACR って。で、いろいろ見てみたら、とりあえずなんか、数値的に最強なのはこれなのかなーなんて思ったんですけれども、意外とバーストバレーで使いづらさそうだったんで、バーストライフね、動画分けて使っていこうかなと思います。というわけで、まずはバーストバレル。こちらはですね、まあ一応数値的には最強だろうなっていうものを使っていこうと思います。さあやっていきましょう。あ、そうだ。音量とか変えられない。ボタンつけてないや。これ見えんのかな？あは、普通に見えてた。ちょっと待って、音量、あ、まあいいや。次やろ。これ右クリめっちゃ優秀ですね。まあこ、え、なんだっけ、あれ、あれと一緒。あの敵やば。なんだっけ、ちょっと思い出せねえや、ど忘れしちゃった。なんだっけマジでど忘れした。どっちでもいいっすよ、右クリ。どっちでもいいです、これは。使いやすい方を使っていいと思います。あー遅かった。しっかり頭に決めれれば、ね、問題ないんですけれども。おお、びっくり。あー横取られたか。ナイス。あ、絶対今頭じゃねえと思うけど。疑惑の判定だよ今の。おお強っ。あーバレてたー。あーマジか。ちょっとあれかもね、右側に乗ってるサイトとかでかすぎるから右側見づらいっていうのが少し良くないところかもしんないね。この向き。これがね強いんだよ。なんか普通もうちょっとやりづらいはずなんだけども、それがね意外とこうできちゃうっていうのが優秀な一面だな。もうちょっとやりづらいと思うんだけど、こういうのって。で、止まってるときはやっぱめちゃくちゃ強いね。バーストバレルでもやりづらくない。止まってればちゃんとしっかりストッピングかけてやってる分には。あー惜しい。今の惜しい。マジ惜しい。連射早すぎるから、この間の F2 戦のグラスとかよりも強いんじゃねえかって思っちゃうんだけど、どうなんだかね、そこら辺は。痛すぎ。おお、びっくりした。まあ使ってる感じはね、やっぱ F2 戦グラスとか AMD とかよりはいいね、すごく。うわーっと、すごい、この押し込める感すごい。なんかゴリ押ししてる感じあるわ。めちゃくちゃいい。ただ倒してるの気持ちいいよね、この武器で。当てやすいなー、ほんと。前方に手榴弾。やばやばやば。来ねえかな。これマジで当てやすいな。もう一回来い、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 来てくれ。あーダメだった。いやーこっちちょっとガラス嫌だな、これ。ガラス嫌ですね。ガラスっていうのこれ。
危ない。ああ落とせねえか。すげえ使いやすいなこれ、めちゃくちゃ強いわ。ああ来なかったか。めちゃくちゃ強いなこれ。はい、それではやっていきましょう。10からスタートです。センターの頭一個抜けるかな、ちょっとやってみっか。頭打ち抜いたな。手榴弾投擲。いそう。ああマジか。手榴弾投擲。ナイス、うまうま。あ、俺のぐらい食らってる？結構食らってるっぽいね。もうみんなで行けば怖くないみたいなね。これ何この武器？あ、ノバプライムね。クリア。マガジンチェンジ。さあ C4 がね落ちてないあたりがちょっと嫌なんだよね。C4 発見。え、あんの？全然違うところにいた。ダンブ入れてたグレネードで68とかか。結構じゃあいい感じに暮らしてたんだね。やっぱこのグレ強い、このグレ超強い。手榴弾投擲。手榴弾。結構今回はねスモ3にしたんですよ。スモークレベル3、スモークレベルとは言わないか、スモーク3にしたんですよね。わー来ちゃったか。さあもう一本取りたいね。やっぱセンター見に行くべ。やば、これマジ楽なんだけど。リロード。手榴弾強敵。これは1に入ろう。隊長が交代したわ。これ強えんだよね。これがめちゃくちゃ強え。モグラ叩きみたいだね。任せろ。爆弾が設置された。いやー、いやくっそブレた。もうちょっと頑張ればよかったな今。さあ頑張っていきましょう。これ強い、マジでこれ強い。ビビるわ。本当にライフリングだったらもっと使いやすいんだろうなと思う。これは。あーそこ、あー逃げられちゃったか。まあスモークでも貼っときゃね、とりあえずは大丈夫だから。俺今取れてない。おーマジかよ。倒したかったけどな今。
おーマイパスタ。また後ろだよ、もうちょっと早く行けよかった。バーストは難しいかもしれないね、やっぱぶらされると。今のもちょっとガクンしちゃったね、下に。ここうまくできれば強いんだろうね、ものすごく強いんだと思う。少し慣れが必要かもね、バーストは。そうやすやすとはね、まあうまくいかないですよ。マガジンチェンジ。まあでもただすげえポテンシャル高いわこれ。攻撃力41の武器にやるちょっと重いね。攻撃40中スタートって言いたくなるもんねこれ。手榴弾投擲。もう見えねえんだ。手榴弾投擲。最小点。うまい。リロード中だ。まああとは味方がやるでしょ、さすがに。はい、ナイス。いいね、一瞬報いてるよ、24。まあここから全然逆転あるから。今回誰も死んでねえし、珍しいな。ああいう時大体俺死ぬんだけどな、最初に。カダンゲレとか一応入れときゃビビるんじゃないかな。来るよね。おい、あ、うまい。これも固定放題みたいなのがあるよな、これ。後ろもちょっと危ないけど、やったか。本当面白いな、この武器。超楽しい、使ってて。まだ来るでしょ、さっきも投げてきたんだから。来ないか。手榴弾投擲。リロード。危ない。味方が撃たれたわ。まあ UAB 取得のが口かな。目標地点の偵察を要求。おおマイガー、落とせねえんだけど。結構ばらけんのかなこれ。はい、というわけで、ACR ブラックコマンドを使いました。めちゃくちゃいい武器ですね、ほんと強いと思う。これこんなに優秀なんだと思います。ただこれのやっぱライフリングとか、まあその他もろもろのカスタム使ってみてどうなのかなと思います。これは正直使わなくていいかなと思う。このハイテクドリガー、ハイテクトリガーかな、これはそんな恩恵を、まあ、感じないというか、いいかなと思います。ただ連射力 0.13 少し上げた方がまあいいかなと思います。ただバレルかな、でこっちもそんなに気にしなくていい、まあ、プロトタイプで反動抑制上げてもいいかなと思ったけども、別にこれもともと反動ないんでそんなにいいです、これで。なのでバレルに関しておそらく、まあ、次回ちょっとライフリング使ってみて、まあ、どんな感じなのか触りまだ分かんないんで、使いやすくなってるのかなってないのかちょっと分かんないですけども、まあ、今んとこ多分バーストなんじゃないかなと思います。ね、ちょっと難しいけどこれ。というわけで次回はライフリングやっていきたいと思いますので、それではまた皆さんお会いしましょう。お疲れ様です。